育てチャンネル。子育てチャンネル森山編では、森山市内の親子で楽しめるスポットやイベントをご紹介していきます。かわいいフォトブースがあるこの場所、皆さんどこだかわかりますか？実はここ森山市立図書館なんです。図書館内のギャラリー木漏れ日広場では、期間限定でフォトブースや親子で楽しめるワークショップ、物品の販売などのイベントも行われているんですよ。また図書館内にはカフェも併設されています。図書館内のカフェ頑固堂です。営業時間は朝の9時から夜の7時まで営業しています。はい。おすすめ商品はスプーンさんでおなじみのムレソナティがおすすめで、5種類の香りから選んでもらってます。あとパンは市内の麦わら帽子さんと、立東駅前の感謝堂さんのパンを、朝に焼きたてのパンを仕入れに行ってます。あとケーキは市内のガトーさんのケーキを仕入れさせてもらってまして、朝に出来たてのケーキを、季節季節のおすすめのケーキを、うちのショーケースの方に並べさせてもらってます。カフェ頑固堂でインスタグラムもやってまして、図書館のイベント情報や、うちの季節の情報など、更新してますので、またよかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。図書館横のメタ川沿いでは、4月には桜、そして5月にはホタルも楽しめますよ。ぜひご家族でお出かけください。